はい、今回見せていただいてますピアノが、ヤマハの U3 ですね。U3C というタイプになりますね。もう50年以上経ってきておりますので、昭和39年のね、製造のピアノになりますのでね、現行感は、このピアノを動かす機械に、しとくべきじゃないかなと思ったりしておりますね。はい、中の様子見せていただきますと、まず鍵盤のね、この横揺れ、これがね、これちょっと2つほど外しておりますけども、この裏側のこの鍵盤ブッシングクロスっていうね、この赤い部分が、このピンのところに刺さるんですけども、このクッション性がねなくなっておりますので、もう横揺れがねすごい、ことになっておりますので、鍵盤ブッシングクロスの交換は必要かなと思いますね。あとちょっとね、心配なのがこのブライドルテープですね。あ、これやっぱりちょっとパキッと割れておりますね。これね、調整しようと思ってこれをね、外そうと思うとパリッと割れてしまうというふうな、状態になっておりますので、この、ブライドルテープですね。この辺の交換も必要になるんかなと思いますね。その他はね、こういうキャッチャーのところとかバットのところのね、このスキンは、これ鹿革を使っておりますので、下手にね、合皮なんかに変えるよりは、このままの方がいいという感じですね。いい部分は残して、消耗部品とか劣化しているところは、交換するというふうな形で、ちょっと見積もりの方を出させていただこうと思います。内部の方そういう感じになっておりますね。ハンマーと鍵盤ブッシングクロス、それとブライドルテープの交換は必要かなというところですね。あとやはりね、鍵盤の下なんかも、ちょっと埃とかね、ありますので、その辺も分解して掃除してね、磨きをかければいいんじゃないかなと思いますね。ちょっと音鳴らしますとね、音はすごくいいですのでね、低音もすごく伸びますしね、中音から高音、この音ちょっと出なくなっておりますけどね、スティックになっておりますね。はい、そういう状態で響板っていうね、響く板の部分はいいですので、これ弦変えたらね、本当にいいピアノになりそうな感じですけども、お見積もりの方をさせていただこうと思います。では外装の方も取り付けてみたいと思います。外装の方を取り付けてみました。ヤマハのね、マークがこの位置につくタイプですね。はい。現在のものはね、この辺にヤマハって書いておりますけど、この位置にね、ヤマハっていうのがね、書いてるピアノになりますね。塗装の方もやはりね、50年以上経ってきてますので、ちょっと曇りというかね、そういうのがありますので、これはね、もう磨くだけでは、まあある程度綺麗になりますけどね、このピアノでしたらこの黒をね剥がしてしまって、木目調、出てきた木目を生かして木目調のピアノにするとかね、そういうのもいいんじゃないかなと思いますね。 あとこの鍵盤の小口ですね、これはこれ セルロイドをね、小口の部分はセルロイド、こっちはアクリルですので、鍵盤の表面の方は大丈夫なんです、上面の方は大丈夫なんですけど、この小口の部分は、黄ばんでおりますのでね、これこのまま放っとくとさらにね、こう反ってきたりとかもしますので、小口は交換しといた方がいいのかなという感じですね。はい、ペダルは2本になっておりますので、弱音の装置がないですので、消音ユニットとかね、そういうのもご提案させていただいてもいいのかなと思いますね。あとキャスターの受け皿も、プラスチックのものがついておりますので、これもね、今耐震性に優れたゴム製のね、ピアノシュレーターっていうのを、ご提案させていただいてもいいかなと思いますね。はい、下の方もだいぶやっぱりね、傷とか汚れとかね、カビみたいなのもありますので、この辺も手入れの方をね、しっかりしていけばいいんじゃないかなと思いますね。はい、ポテンシャルが高いですのでね、楽しみなピアノになっております。はい、ではお見積もりの方頑張ってやっていきたいと思います。